皆さんこんにちは、こんばんは。サンデーレーシング、獅子会一口話の、重賞ポイント見解の、お時間です。今週はフィリーズレビューについてね、私の、社大グループ、一口話歴大体、まあ8年9年ぐらいかな、そこからね、導く注目馬穴馬をね、個人的な見解と今入ってますオフレコをね加味した形で、紹介したいと思います。まずは先週ですね、チューリップ賞弥生賞ともに的中できました。チューリップ賞は万馬券、2万円馬券でしたね。3連複で、馬連も60倍、今日ついたかなという感じです。弥生賞はね固い決着でしたけども、まあ本命はね、タスティエーラーという形で、きっちり勝ってくれました。まああのオーシャンステークスはね、まああの2着がね抜けてしまったんで、残念な不適中になりました。今週はね、土曜日も、中山牝馬がありますので30勝、ぜひね3連勝を目標に、頑張っていきたいと思います。ではフィリーズレビューの方ですね。まあフィリーズレビュー私事で恐縮なんですけども、まあ3連連続的中中です。2020年はね、山勝マーメイドに本命を打ちまして、こちら3連複が確か、2万2000円かなついた馬券です。21年はね、本命ヨカヨカ、シゲルピンクルビーもね、爆弾馬指名しまして、こちらもね3連複で200倍超えと、まあ、昨年もね、的中はできたんですけどね、アネゴ肌がね必要以上に人気になってしまいまして、本命馬が、3連複でね、16.9 倍かな、そのぐらいしかつかなかったんで、ちょっと拍子抜けしてしまったんですけども、まあチューリップ賞を見てもらっても分かる通り、例年に比べてねやはりその守護馬がね代替わりしてるっていうことも考えると、やっぱりその社大グループのね粒がねちょっと小さいかなっていう印象はありますよね。で今回もね社大グループの生産馬、現時点で、登録馬だけで、11頭登録してます。まあそんな中ね、アネモネステークスとね重複登録してるのが、ミス横浜、シング・ザット・ソング、ランフリー・バンクス、あとは、非社大系ではね、アンタのバラード、ご機嫌さん、スピード・オブ・ライト、レッド・ヒル・スージュというところがね、アネモネ・ステークスを登録しています。現時点でね、入ってる話ですと、まずミス・横浜はね、おそらくアネモネ・ステークス予定と。で、シング・ザット・ソングとランフリー・バンクスは、とりあえずは、フィリーズレビューに出る予定と。まあ、出れるかどうかちょっと微妙なところなんですけどね。からあんたのバラードご機嫌さんはアネモネステークス予定、スピードオブライトも同じですね。レッドヒルシューズはどちらかまだ決めかれているというような段階です。ではポイントの方ですね。まあやはりね社大グループが11頭いるということで、やはりここはね先週のチューリップ賞が、社大グループで 1,2,3 だったんで、やはりね社大グループ生産馬注目したいなと思います。まず2勝、1勝以上ね賞金持ってる馬ですね。それから、イティ、ネラトール、ブトンドール、ポリフォリア、ミス、ミス横浜はアネモネなんで、ムーンブローブ、1勝馬は、イコノシスタス、シングザットソング、天のメッセージ、ハートループ、メリオルビータ、ランフリーバンクスと。
品種内で賞金確保できている馬がですね、リバーラ、エコロアイ、トラベログ、ルーフと、いうところになっています。金沢かなんか走ってたね、キモンアップルは賞金が足らないということで、400万に満たないので、おそらく抽選除外という形になってます。まずポイントの方なんですけども、芝の1400メートル以上の、距離で勝利がある馬がですね、過去10年副勝率では、22%、1400以上で勝ちがない馬はね、9% の副勝率と。で今回のね、メンバーの中で、対象となるのが、イコノスタシス、イティネタール、本当これ言いにくいですね、シングザットソング、天のメッセージ、トラベログ、ハードループ、また言いにくい馬ですねこれね、プースカンドゥール、ポリフォリア、ムーンブローブ、ランフリーバンクス、リバーラ、レッドヒルシューズと。でもう一個のポイントがですね、前走1600メートル以上からの転戦ということが好成績でしてね、前走1600、使っていた馬が過去10年では7勝、副勝率 28%、 前走1400が4勝で、副勝率が 16% という形です。前走1002の馬は 3%、 1008以上使っていた馬は 0%、前走ダート戦は 7% という形です。まあそんな中でね、まあ前走1600っていうのが先ほど言いました馬なんですけども、なんとね、一番人気濃厚なブトンドールはですね、芝の1400以上の、勝利っていうのはないですね。これはねやはり、データ的にもね嫌な材料だと思います。で、まあね、先ほど言いました2つの条件ポイントをね満たしたっていうのが、抽選対象組以外ではですね、イティネラトール、トラベログ、ムーンブローブ、リバーラ、まあ、この4頭しかいないという形ですね。はい。でまずこの4頭の中で私個人的に惹かれたのがですね、まあ、あのムーンブローブだと思います。まあ追い分けファーム、生産馬、今年はねなんか追い分けのね馬が結構ね、 G1 レーシングもそうなんですけど結構ね活躍してるかなという気はしますよね。で比較的社内ファーム系とかノーザンファーム系に比べると影が薄いんでなかなか人気にならないんですけども、今回はねこれ追い分けファームでも吉田春也、名義のオーナーズ馬なんですね。まああのモーリスの産駒で、母系が富士奇跡っていうね渋い感じですけども、まあ阪神ジュベナイルフィリーズはね、大敗しましたけども、まあ、その前のね、白菊賞ここで勝ってますね。阪神の1600、1800、1600と来てます。でデビュー戦がね勝ったのがねダノンタッチダウンっていうねオス馬の両欠馬なんですね。まあその中入って5着っていうのはねまあ評価した方がいいのかなっていう気はします。続くね、2歳未勝利戦もね、こちらも阪神で行われたんですけど、ここもね混合戦なんですよね。混合戦で勝ってきてると、まあこういったところを考えるとまあね成長力があればいけるんじゃないかなっていう気はします。はい。あとね、先ほどのね、中では入ってこなかったんですけども、人気もねそれほどない馬でね、ポリフォリア、これちょっと注目したいなと思います。関東馬なんですけどね、あえてね
中山行かないでこっちへ使ってきてるとかね、陣営はねおそらく1400ベストだと思ってるんじゃないかなと思います。まあ、あの新馬戦はね、タスティエラ、先週の弥生賞を勝ちました。あの馬とね、走って6着なんですけども、ただねその時はタスティエラがね、3馬身離して勝ってるんですよね。ただこのポリフォーリアに関して言うと2着馬とはコンマ4秒差なので、ね、当時の1008っていうことを考えれば、今回1004になるということを考えればね、ベストの距離なんじゃないかなと思います。で、まあ、社大ファーム生産馬であえて関東馬なのにこっちへ、重複登録してないんですよね、ここ1本で来てます。で、まあね、社大グループが推してる北サンブラックの産駒ですし、母はね、米国の輸入牝馬だと思います。厩舎もね、牝馬の受賞はね2勝してる厩舎ですから、ここはね人気がそれほどなくてもね、非常に注目したいなと思います。まあ、そんなわけでね、先ほど言いました、ムーンブローブ、それから、ポリフォーリア、まあ、この2頭はね私個人的にはね、ぜひ買いたい2頭かなと思います。まあ、ブトンドールとねリバーラがね、まあ、あの実績はありますけども成長力っていうところでね果たしてどうなのかなっていう気はしますので、まあもちろんね一勝馬の中でシング・ザット・ソングっていう馬をね、まあ期待できるレベルの車体、レースフォースの馬なんで当然注目はしたいんですけども、まあそれ以外でね、ムーンブローブとポリフォーリアは、賞金を持ってますし、ポリフォーリアに関して言うとアネモネ重複がないということで、今回は注目したいなと思います。フリーズレビューと金庫賞の特別配信は概要欄の方に、ブログのリンク先がありますのでそちらをご覧いただいた上でお申し込みください。それではねまた次回のショート動画等でねお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。